お酒に酔うとどうなりますか？お酒寝ます。めっちゃ静かになってそのまんま寝てるね。あ、でもぽいな。何も荒れることなくそのまま寝てる。スーンってなる。でもいい酔い方だよね。穏やかな波なんだ。いい酔い方。なんかでもそのがっつり酔うみたいまでいかないんだよな。ほろ酔いみたいな。お酒強いんだ。いや、なんかそこまでがっつり飲まないが正しいのかも。私もなんか変になるまで飲んだことないな。イメージないレンが酔ってる忘年会とかあるけどね。 V スポーそもそもねほとんど飲まないしね、お酒あんま好きじゃないから。あるんだ。やらかしたことある？やらかしたことなんもない。お酒で？俺一個あるわ。やらかした、やらかしたでもないけど、自分の中でも飲まないって決めたのは、全然記憶なくなってたの、ベロベロによって。で、寝てて、家で帰ってちゃんと寝てたんやけど、朝起きたい、温めてと思ってリビング行こうとしたら、足元がぐちょってなったの。何と思って、見たら、多分だけど、トイレで T シャツを洗ってたよね。自分で。トイレから水が滴ってて、びっちょびちょの T シャツが落ちたの。怖すぎる。自分が着てた T シャツを頑張ってトイレで洗ってたみたいで。洗面所も出たんや。そう、記憶なくなるまでは飲まんと思ったね。トイレの、トイレのあの、便器便器の中の水で多分洗ってんだよ。そう。おお。あったからね、ちょうどいい。そう。洗える場所がね。多分洗いたかったやろうね、必死に。お洗濯しながら帰ってきてすぐいるんだ。感動した今。何が身近にそういうやついたんだ。いたんだ。それはねびっくりしちゃった俺も。そっからもう記憶なくすまでは飲まないようにしてる。ああ、えらいえらい。さすがに学びですからね。学びでしたね、さすがにね。はあ、むろ逆にないんですか、四方は。俺はないな。いや、そんなないね。わからなくなるまで。そこまで飲んだことないね。ストッパーかかる瞬間がある。あ、これ以上飲んじゃいけないっていうね。そう、あと一杯飲むとあんま良くないなみたいなのが働くから、そこで絶対止まってきた今まで。わかる。僕基本的に辛み酒だからな、ダメなんだよね。あんま人前で飲まないな、辛み酒か。うん、本当にうざいと思う。自分自覚がある。自覚がある。そう、酔っぱ、めっちゃ酔っ払ってるっていうのも分かってるし、今自分すごいうざいんだろうなって思いながら絡んでる。思いつつね。そこまでのね。ごめんねって思いながら、でも止まんないのって思いながら飲んでる。自覚があるだけいいのかもしんない、まだ。ちゃんと謝れるからね、次の日とかに。トイレの水で T シャツ洗えるからね。インパクト強すぎたかしな。